ちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日何話そうかななんて思ったんですがね、結構ね、自分不安に関するね、自分がね、すごく不安症で、まあね、まだまだいろんなね、不安っていうのはね、抱えてるんですけどね、以前みたいにね、その不安に押しつぶされてしまって、それで鬱になってしまうとかね、パニックになってしまうっていうことはね、全然なくなったんで、うまくね、不安と付き合うことができてるななんて、そんなね、ことを思っております。それでね、不安って今ね、いろいろコロナとかね、そんなことでね、皆さん本当に不安だと思うんですけど、不安っていうのはね、全くなくなってしまう。そうするとね、なんかね、それもね、逆に良くないっていうね、そんなね、ことを聞きました。なんかね、戦争とかでね、まああるね、すごい特攻部隊みたいな、ちょっとどういう部隊か分かんないですけどね、なんかね、すごいポジティブな人間ばかりを集めてね、部隊を作ったそうです。そしたらね、そのね、舞台ってなんかね、みんなね、よしやってやるぜみたいな感じでね、敵を倒すぜみたいな、そんな感じで乗り込んでいっても、みんなね、結局ね、死んでしまう、まあ、その舞台はね、潰れてしまうっていうね、まあ、例えの話なのか、ちょっと本当にあった話なのか、ちょっと分かんないんですけどね、やっぱね、そういったね、すごいもうみんなポジティブでいるとね、みんなね、いけーみたいな感じでね、出てって、みんなね、こうやられてしまったっていう、そんなね、話なんです、エピソードなんですけど、本当の話かね、例え話かちょっと分かんないんですけどね。そうするとね、まあ、みんなね、こうポジティブでこうやってやるぜみたいな感じで出てって、それで結局ね、やられてしまったっていう話なんですよね。やっぱね、ネガティブなね、まあ、不安とかそういったのがね、あるからこそ、やっぱね、人はこう逃げてね、まあ、身を隠し て、なんかね、僕これでふって頭に浮かんだのが、なんか二宮くん、嵐の二宮くんがなんか映画で出てて、硫黄島からの手紙でしたっけ。それもね、二宮くんがなんかね、こうすごくね、こう不安っていうか、そういった感じで結局最後まで生き残ったっていう、それをね、まあ詳しいね、話はね、ちょっとできないんですけど、それをね、ちらっとね、思い出しました。それでね、やっぱね、動物とかもね、まあ、何かからこう恐怖を感じて、それで逃げる、それがあるから、まあ、生き延びていくわけで、そこでね、まあ、鹿とかそういったのがね、ライオンが来てもね、恐怖とか感じなければ食べられちゃうわけでして、そういったね、不安とかっていうのをね、まあ、とうまく付き合っていくっていうのがね、一番良くて、なんかね、聞いた話によると、49までは不安があっていい、まあ50をね、超えてしまうと、まあ、不安の方が強くなってしまって、それでね、まあ、病気、うつとかそういったのになりやすいんですけど、49まではね、不安があって、51はね、ポジティブな考え、それがね、いいバランスだそうで、まあ、ポジティブばっかな、100% ポジティブでもね、まあ、どんどんイケイケどんどんみたいな感じでね、それで良くないっていうことです。なんかね、体の中のね、なんか菌ってありますよね。善玉菌と悪玉菌があって、それでね、善玉菌と悪玉菌、悪くも良くも悪くもない、何菌って言ったっけかな、ちょっとね、名前忘れてしまって申し訳ないんですけど、まあね、中立なね、菌がいて、それもね、バランスよくないと、人間ってね、病気にかかってしまう。悪玉菌がたくさんありすぎたら、それはね、病気になりますけど、かといってね、悪玉菌がなかったら、それはそれでね、ダメだそうです。まあ、理由とかね、そういった細かいことはね、まあ、気にしないで、そんな話を聞いたんで、ちょっとね、アウトプットしてるっていうことで、なのでね、不安ってね、自分はね、全部ね、取り除かなければいけないっていう風にね、思ってて、一生懸命ね、自分どうやったら不安がなくなるんだろうなんて、そんなことをね、結構一生懸命、まあ、調べたんですけど、まあ、それが分かったことによってね、あ、不安、少しぐらい不安があった方がいいんだっていう、そんなね、気楽な気持ちになるっていうことで、まあね、不安とうまく付き合っていけばいいんだなって、そんなね、気楽な感じに、まあ、なるんで、まあ、この話いいなって思って、今日ね、ちょっと皆さんに、まあ、アウトプットしてみました。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる。
ありがとうございます。